こめさん KG6033 さんありがとうございます。すうかさんハートありがとう。フラペチーノさんハートありがとうございます。スイビさんアイスクリームありがとう。こんばんは。しのさんペンライトありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。やばい、腕が上がらない、腕が痛い。花だれ公園で引きずっております。筋肉痛。エチギフトさん、鈴鹿さんありがとうございます。空さん、シナモンありがとう。エイターさん、シナモンありがとう。キズノさん、シナモンありがとう。みんなシナモンありがとうございます。808さん、焼き芋ありがとう。おじゃまるさん、シナモンありがとう。今になって筋肉痛？うん、この前バキバキって送ったじゃん、あの時からだよ。こんばんは。たくちゃんさん、シナモンありがとう。はねやんさん、シナモンありがとう。そう、なんか筋肉痛っていうよりかは、うん、上げたくない。必要以上に腕を上げたくないです今。多分ね、自分が思っとる以上に結構激しく踊ったからだと思う。結構結構ね、10秒だけやってみるかとかやったんよ。結構頭もブンブンしてました。特にあのアンコールのヘタレとかも汗を飛び散らかしてましたね。ペダルとかもさ、うんだけめっちゃ飛び散らかしとった。皆さんのあの席までリオツの汗飛んできましたか？そんぐらいめっちゃ汗かきましたよ。そう、配信で見てくださっている方は画面からあの映画でよくあるじゃん、なんかさ、あのミストとかさ、咳が動いたりのやつみたいな。あんな感じで来た？リオの汗飛んできたじゃろ。サラピ照れてたね。そう、さっきサラピさんにコメントをしました。そう、あの夜はあの配信リオね、あの年齢制限のやつで8時までしかできないから、コメントもねしない方がいいのでしないんですけど、今日はサラピさん早めに配信をしてらっしゃったのでコメントしました。スケモさん、バラありがとう。そう、初めてサラピさんにコメントしたんですよ。初コメです。コウジさん、焼き芋ありがとう。シノさん、シナモンありがとう。マルヒラさん、シナモンありがとう。首も痛い？もう首は痛くない。え、言ってた人がリオツンの笑顔最高だったって。嬉しい、うれぴー、それをめっちゃうれぴー、ラブです。メイナのくしゃみ。そう、AKB48-0522 さん、シナモンありがとう。ハムさん、シナモンありがとう。あ、 4DX っていうのね。 4DX ですよ。リオツン 4DX でリオツンの汗が飛んできます。ハムさん、ポンポンプリンもありがとう。昨日マイキーさんにギフト投げとったね。そう、あのチャレンジでもらえるあのやつを投げました。で、今日もゲットしたので
今日も投げようと思います。でね、今日はね、学校の後レッスンね、レッスン行ってきて、で帰ってきてから、そうで、のずさんアイスクリームありがとう、帰ってきた。アーカイブ見たらすごい元気に乗ってた、嬉しい。もう元気元気でしたよ。リオ、アイスは何時から食べるのかな。そう、なんと今日、あのこの前いただいたハーゲンダッツのね、あのアイスの券を、あの今日ね、2枚、そう、1枚で2個交換できるから2枚で計4個交換してきたんですよ。で、なんと今日発売の悪魔のささやきっていう、なんかチョコレートとなんかキャラメルのニッシュのやつもゲットしたんですよ。なので今日はその2つのどちらかを配信で食べたいと思います。そう、モアメで書いたんだけど、そう、モアメで書いたんよ。あの、もし準備できそうな方は準備していただいて一緒にね、味わいましょうって。急すぎたね。でさ、今日発売だったんですよ、その悪魔のささやきが。だから売り切れてなくてよかったなと思って。そう、その発売されることを知ってたから、リオ。だからもうめっちゃそれ目当てで今日まで待っとったんよ、そのチケットを交換するの。みんなは買えたかな、悪魔のささやき。リオツの汗はコンバージなん。どうでしょうか。30日の研究成功を応募したよ、当たれよう祈ってて。ああ、応募してくれたの、当たりますように。そう、皆さん、そう、あのね、書いたんよ、さっき急いで書きました。ツイッター見たかな。そう、リオね、あの研究生ツイッターね、配信始まる前に載せたんですけど、そう、倉敷のこうちゃんさん、シナモンありがとう。4個も食べるの。うん、今日1個だけ。倉敷のこうちゃんさん、ポンポンプリンもありがとう。倉敷のこうちゃんさん、くらみちゃんもありがとう。そうでね、研究生ツイッターに載せたんですけど、あの写真見てください。そう、あの写真ね、めっちゃ結構昔のやつで、あの初お披露目の時のオープニングアクトの時の写真なんですよ。あれ、マネージャーさんが撮ってくださってて、そう、結構昔だからみんな若い。いつもと違う。それに多分、あのあれね、オープニングアクトし終わった後に撮ったんですよ。だからもうげっそりしてたりよ。そうりよ、動いたらすぐげっそりするんですよ。すぐ顔に出る。そう、30日初の研究生公演プラス3、それが1部で、3部はなんとね、ハロウィンナイトみたいな、カラオケナイトがある。なんかどんなことをするかとかは全然まだ知らされてないから、めっちゃワクワクです。でもなんかすごそう、すごそうっていうのはわかる。でもすごそう。マイケルの壇上乗るならギフト控えるで。でもそのチャレンジのやつしかないから、多分壇上に乗ることはちょっと難しいですね。お豆取りたいな、取って、ぜひぜひぜひ取ってください。そう、リオツンのね、もわめ本当にいいですよ。あの長文なんですよ。そう、1個のメールが長文なのでめっちゃおすすめ、おすすめ。デイトナシックスさん、ポンポンポリンありがとう。今日買ってきたよ。あ、今日買ったの。一緒に食べよう。そう、体感リオツンしてみてください。カプレさん、シナモンありがとう。昨日買った。え、昨日買った。え、お。ちょっと待って、ちょっと待った、ちょっと待った、昨日、え、フライングですよ、それフライングと、え、待って待って、え、何その地域、めっちゃフライング地域じゃん。どういうこと、そんなことありますか。発売の前日にもう発売されている地域があるという。え、今日からですよね。なんでなんでなんで、ちょっと待って、ちょっと待って。
けフライングした。キャロットさんポンポンポリンありがとう。でもすごいねその地域めっちゃお得じゃん。スイミさんシナモンありがとう。マイキさん焼き芋ありがとう。スイミさんクロミちゃんもキャロットさんもクロミちゃんありがとう。そうそれかもう食べたすぎてあの売っとる人このそのハーゲンダッツ売っとる人があのもうその地域だけ早く販売して自分も食べたくてみたいな感じかな。亀成さん焼き芋ありがとう。取りに行ったんかな。ハロウィンだから仮装っていうかコスプレありそうだね。したい。えみんなでしたい。したいですね。スカルさんシナモン。コバルトさんシナモンありがとう。画像は何枚？なんか画像はもう前はねあの3枚しか載せれんのよ最大なので 2,3 枚いつも載せてます。 AKB48-0522 シナモンありがとう。お腹が鳴ったごめんなさい。10月30日の研究生のコンサート行きますよ。あ、ありがとう。当たりますように。楽しみだね本当に。初の研究生公演っていう形で、そう今までオープニングアクトだけだったんですけど、なんと研究生だけの公演っていう形であるんですよ。公演ってすごくないですか。あのね45分ぐらいのパフォーマンスって書いてたんだけど、そうすごくない。研究生4人だけで、やばい。そうもうねめちゃめちゃ研究生になってからもうたくさんのことにねこう出させていただいたりとか、いろんなことにどんどん挑戦させていただいてるから嬉しい。キャロットさんシナモンありがとう。しまいちさんシナモンありがとう。たーくんさんくろみちゃんありがとう。ともかつきさんシナモンありがとう。それにね、研究生ツイッターの、あの文章にも書いたんですけど、なんと、NWP オーディションが始まってから、なんと、もう少しで1年が経ちます。すごい !1 年経つよ、もう。早すぎる。多分、リオ人生の中で13歳が一番濃い期間、濃い1年だった気がします。うん。なんか昔の写真見てるとね、今よりねめっちゃピチピチなんよ。まだ中身も静香ちゃんだった頃だったから多分。長勝月さんポンポンポリンありがとう。そう、まあその時も、まあ、すでにジャイ子だったけど中身ね、今よりは、まあ、まだマシだったというかそんな感じです。今月は誰のメール取ったの。マイキューさんのメールを先月のやつで継続してます。なんか今月からあのパセリさんのを撮ろうと思ってたんですけど、ちょっと忘れちゃってて、なので来月から C ですよ。皆さんパセリさんに言わないでくださいね。 C ですよ。ライリーさんくるみちゃんボンボンポニーありがとう。シナモンもありがとう。撮るから来月から撮るので、しいですよ皆さん。福さんポンポンポリンありがとう。さっきサラベにコメントしてましたか。してました。初コメです。そう NWP オーディションからもう1年経ちました。サラピさんねめっちゃ突っ込んでくださって、は大好きだよ大好きですって送ったんですよ。そしたらなんかそのサラだけじゃないの知ってるからねって言ってくださって、でもありがとうって。優しい。ラブームムさんクロミちゃんポンポンポリンありがとう。
サラピさんさ、あのツンデレじゃないですか。もうあのツンデレがたまらないですね。皆さんもそうでしょ、サラピさんのあのツンデレがたまらない。ツンデレ皆さん好きでしょ、リオのツンデレも好きでしょ。そう、電書バド禁止です。鳩飛ばないで、鳩飛ばないで。ちょっとこれだけ電書バド飛ばしてください。今からやるので。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、心の準備が。こんばんは、松俊さんの知り合い室。あ、ありがとう。ぜひぜひリオの推しに。キュン。リオってメンバーの配信結構見てるの？見てますよ。皆さんのコメントを見てますよ。ねぎりさん、シナモンありがとう。カペルさんとシーナさん、シナモンありがとう。シーナさん、ポンポンポリンありがとう。ショータさん、シナモンありがとう。シーナさん、クロミちゃんありがとう。マウナの髪型どうなったんだろう、ちょっとね。やばいですよ本当に。もうプス金太郎カットになってる。それやばいですよ。なんか急に切ったから、昨日そうなんか家族みんなでこうやって切ったんですよ、こうやって。で、急に切ったから昨日めっちゃ違和感があって、なんか短い人が来てから、え、誰と思ったらマーナだったっていう。そう、誰ってなる、いつも。めっちゃね、長かったんよ。もうリオより長かった、こんぐらいだった。でリオがこうやって持ってバサって切ったんよ。絵に描いて。わかった。あとね、マーナはね、いつもね前髪ないんだけど、昨日なんか急に前髪作って、たまに作るらしいんだけどね。待って、金太郎勝ったからうまく表現できない。こんな感じで、本当にもう切りっぱなしみたいな感じなんですよ。本当に金太郎。10月2日の昼公演、行ってたよ。リオツのご友人めっちゃよかった。あ、ありがとうございます、嬉しい。アグネスさん、ポンポンプリン、ありがとう。バッチ2号さん、クロミちゃん、ありがとう。かわいい。そう、パーナもね、かわいいって褒めとった。そう、パーナね、ショート好きなんですよ。そう、パーナショートが好きらしい。パーナと着替えそう。え、ショート、リオね、本当に髪切りたい。やだこれ。
そう、リオツも金太郎にするんしたい。リオ自分の髪こうやって切りたい。あアミティさん、クロミちゃんとポンポンプリンとシナモンありがとう。あ、さっきのあのパセリさんの電車バトの件、あのもう雨を完結取ってないことは電車バト飛ばしてほしくなくって、これは飛ばしていただきたいですね。え、今いきますよ皆さん、取ってくださいね。いきますよパセリさん、待っててください。これを飛ばしてください。はい、あ、ハト飛んでる。パセリさん、最近パセリさんに会ってないから会いたいです。会いたい、うん、てか待って、こんなにさのんびり話してる暇ないぞリオツン。早く話さないと、昨日の花だれ公園の話の続きを話して、話さないとアイス食べれないからね。早く話そう話そう話そう。はいはい。もう本当にあのタイさん、シナモンありがとう。あ、サムもありがとう。かわいい、サムサムかわいい。え、サムかわいい、かわいい、なんか持っとるし。はいで、本当にもう花だり公園ね、めっちゃ実感じゃない、緊張して、で、あのその一部と二部の違いだったら、あのクワネパパさん、ケロッピありがとう。一部と二部の違いで言うと、一部めっちゃもう緊張でもう心臓も出てたし本当にやばくて、二部は一部よりは結構余裕を持ってできた気がするし、でもなんか一部でめっちゃ出し切ったんですよ。はいでもよ、もうめっちゃ出し切ったんですよ。でそれに一部の前にリハもあるから、計2公演分やってからのもうあの二部だったから、めちゃめちゃ結構体力的にも2部はちょっときつかったので、今後ねもっと体力つけていかなきゃなと感じました。さとしさん、シナモンポンポンプリン、クラミちゃんありがとう。チェリーさん、シナモンありがとう。てか今日萌え袖できます。公演の合間はどうやって過ごしたの？一人でこうやって動画見たりとか、あの振りを確認したり、立ち位置も確認したりとか、優香と手をつないでこう励まし合ったりとかしました。そうなんです。そうで、それに一部ではもう、あ、二部もそうですけど、もう頭もめちゃめちゃ振ったし、汗もめっちゃ散らばして散らばして、もう一部でも全力を尽くしきったから、そうだから2部はねもう本当に途中から酸素ボンベ背負いたかったので、もっと体力つけて日頃から体力作りやらなきゃなと思いました。徳島のひーくんさん、バツマルくんありがとう。朝東京まで飛んできた、イエーイ4DX 東京にもあるんだリオ 2 4DX。上川かさま大変じゃなかった？あ、いや自然乾燥でやりました。そう、自然乾燥でしました。エシポンさんとミンミンさん、シナモンありがとう。もうなんか一人だけ汗の量がおかしくて逆に目立っとった気がする。そう、何あの汗だくの子みたいな感じだったような気がします。そう、自然乾燥で髪を乾かしました。乾いた。ゆでだこになっとったかな。でもなんか最近はリオはゆでだこっていうよりかは汗めっちゃかくようになった気がする。
まだね、あのアーカイブ見れてないんですけど、ゆでだこよりかは汗かく感じ。アグネスさん、シナモンありがとう。そう、学校もね、昨日と今日と行ってきたので早く見たいです、アーカイブ。そう、見る時間がなくて。そう、今日ねレッスンもあったから。そう、しっかりね、この前の花垂公園のことを生かして次につなげていきたいです。たくさん課題も見つけたのでつなげていきたい、本当に。汗が流れ落ちてたよ。そう、なんかもう あの礼をした時にポタ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 って落ちるんですよそれが面白いそう、そうなんです。アグネスさん、クロミちゃんありがとう。そう、やっぱりね、その一部と二部の違いはさっき言った感じですね。くるくるが汗かいてないから対照的。いや、なんかくるくるは汗かかない花らしいんですよ。全然かかんないんよ、怖いぐらい。そう、1ミリもかいてないんよ、怖くない？え、やばい、本当にやばい。ゆうかはいつ汗が出るんじゃろうか。人生の中で汗をかいたことあるんじゃろうかね。でも、ゆうかが汗かいてるとこ見たことないかも、リオ。実際。ユビリーの生誕の時初めて見たけど、すごく良かったよ。めっちゃ気になった。ありがとうございます、嬉しい。気になってください、もっと。キュンキュン。そのまま、リオツの推しに、推しまし、お願いします。そう。ハローさん、だるま、ありがとう。くるくるはそういう体質なんかね。そう、くるくるはその汗かかない体質で、リオはめっちゃかく体質だから、やっぱり体質、体質だよ。犬は汗かかないの知ってる？そうなの？え、確かに。メーナ、書いてない。すご。確かにメーナがびしょびしょの時いないわ。え、でもなんか肉球が湿っとる時はたまにあります。あれはなんだろうか、あれは何、なんかたまに肉球が湿っとるんよ。何か、なんか出よんかな、なんだろう、なんだろう、肉球。そう、でも湿っとるのが可愛い、逆に。そう、リオ代謝がいいんですよそう、そう、それにあのすぐ顔に出るタイプだし、顔に出るタイプだから、むくんでたりするとすぐむくんじゃうし、それにあの動いた後だとすぐ顔がげっそりしたり、めっちゃ顔に出るんですよ。すぐ変わる、すぐ変わる。そう、だから例えば朝配信します、まあ普通です。でその後にレッスンして帰ってきまして配信します、げっそりみたいな。そう、朝と夜で全然違うんよ。今日はね、レッスンし終わった後だから、ちょっとやっしとると思う。あやさん、ケロッピありがとう。アグネスさん、ハートありがとう。そう、だから皆さん今度ぜひ朝と夜配信するときにぜひスクショを撮っていただいて、朝と夜で見比べていただいたら絶対全然違うと思う。Q さん疲れてる。そう、マイ Q さんね、体調不良、心配。エシポンさん、本番無理ありがとう。エシポンさん、クロミちゃんもありがとう。
あ、だから体温調整するのに舌出してハッハやるんや。なるほどね。で体温調整をしてるのね。確かになんか暑い時とかによくハッハしとるけ、多分それで体温調整して汗を出さんようにしとんかな。慎吾さん、シドもありがとう。そう。あ、コンビニの悪魔のささやき買うけど、キャラメルとチョコどっち選べばいい？キャラメルで。アグネスさん、だるまありがとう。友克樹さん、焼き芋ありがとう。りょうつん、今日もお疲れ様、仕事帰りでお疲れ様って言ってほしい。お疲れ様。よしよし。くるくる冷え性とか、え、リオも結構冷え性なんですよ。そう、冷え性。足結構ね、あの冬とか冷たくなる。ちょっと待って、また脱線した、また脱線したぞ、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 脱線したぞ。肌だれ公園のことを話していたのにまた脱線をしてしまった。今回の脱線は長かったですね。と戻りたいと思います。そう、そう、やっぱりあのリオが結構思ったのが、この花だれ公園、まあいつも思うんですけど、そのなんて言うんだろう、あの生でやっぱり皆さんに一度でもいいからリオのパフォーマンスを生で見ていただきたいんですよ。そう、その生であの現地に来ていただいている、そのなんて言うんだろう、そう、あのやっぱりあのね、DMM 配信とかだったらさ、その伝わるものがめっちゃあると思うし、なんだっけ、伝わるものがあると思うし、やっぱりあの温度感もさ、現場じゃないとわからないし、やっぱり現場の方がこう盛り上がれるし、一緒にね、その声出しはできないけど盛り上がれるし、一体感もねあるし、その配信とかだったらさ、その映った人しかその時は見れないけど、現場だとずっとリオのことを直視できているので直視できるから、そうだから、そう、配信はさ、そのリオだけ見るっていうのはできないから、あの定点とかだとまあできるんだけど、そうだからやっぱりその生で見ていただきたいなって感じます。マリーさん、なんだこれは、かわいい、なにこれ、かわいい、ケーキ、めっちゃかわいい、ケーキありがとう。ハリちゃんさん、シナモンありがとう。なんかさ、現場だとさ、そのリオ個人も見ることができるし、全体も見ることができるし、温度感も感じられるし、一体感もできるしみたいな感じで、本当にいいことだらけだし、そのなんて言うんだろう、現場で見るとそのリオも見れるし、周りの人とのなんか人も見れるから。ハリちゃんさん、ポンポンプリンありがとう。やっぱりさ、そのでもあのお仕事とかさ、まあ、予定もね、あのたくさんあると思うので、皆さん、そうだからね、いつかは人生で一度でいいから、本当に皆さんに見ていただきたいなって感じました。そう、遠い人もいるからね、遠い方もいるから、
そう、海外の方もいたりとか、そういらっしゃるので、マリーさんポチャッコありがとう。そうなんです。でもね、行きたくても行きたくても行けない方もね、たくさんいらっしゃると思うから、そこがね難しいもんね。でも人生で一回はね、リオのパフォーマンス生で見てほしいっていう気持ちが強い。リオツン近くに飛んできて、バイバーイ、みんなの場所に行ってくるね。バタバタバタ、やっほー来たよー。うん、てかさ、ちょっと聞いてください。最近ね、なんか本当に豚鼻がひどくてやばいです。そう、豚鼻が、豚鼻で嫌いにならないでね。そう、笑う時に豚鼻が出るんですよ。あ、そっか、今日天使の日だよね。そうだそうだ、アグネスさんバラありがとう。天使の日だ。天使にならないといけなかった。皆さんごきげんよう。なのに今日天使な、天使なんだけど悪魔のささやき食べちゃうよ。やばくない？天使なのに悪魔のささやきとか食べるってやばくないですか？でもさ、なんか天使の日さ、この間聞いた気がするんだよね。もう時間経つの早すぎ？やばい。なんかさ、みんなはさ、どんな時のリオが好きなの？私にだけ教えてよ。みんな、どんな時のリオが好きなの？パフォーマンスしてる時？それとも、怒ってる時？それとも、もやしり吹いてる時？それとも、ニコニコしてる時？それとも、思いつかない。羽生えてる？羽が見えますか？皆さんには。はい、マネさんポンポンポリありがとう。また脱線か。あー、また脱線してしまった。あー、ごめんね。胸の上についてるのってアクセ？アクセ？お？ん？これ？わかんない。はい、マネさん、シナモンありがとう。クロミちゃんもありがとう。そう、これからね、そのリオはやっぱりパフォーマンスしてる時がもう最高に人生の中で一番楽しいから、そのパフォーマンスしてる時の理由が、あの、好きって言ってくれる方がね、これからもどんどん増えてもらえるように頑張りたいです。ゴリってる時。うふふ。ごめんね、すぐ脱線しちゃう。もう本当に脱線得意ですね。もうやだー。くものさん、くらみちゃんありがとう。てかさ、ちょっとこの前の花だれ公園で思ったんですけど、もうリオのキャッチフレーズがちょっと長すぎるなって思う、改めて感じました。だってさ、みんなさ、普通さ、その皆さんに言ってもらう部分1個じゃんか。そうなのに、なんかリオはめっちゃもう3つもあるから、そうなんか大変だった。
みんなも覚えられん気がする。3つもあるから。そう、先輩たちもね、あんまり覚えられん気がする。3つもあるから。そのやっぱくるくるってさ、あの覚えやすいじゃん、くるくるって言葉もね。それになんかキャッチフレーズもね、個性的だから。そう、なんか思ったん、みんなオカリオシーがなんか結構あのせん、あのいえ、あのなくてもいいかなって考えてるんよね。なんかウホウホとかは結構いいかなって思ってて、みんなオカリオシーがなくてもいいかなって思ってるんだけど、みんなどう思う？くるくるいじられやすいかも。そう、結構ね、この前のハンダレ公演もくるくる結構いじられてて、そう、なんかそのみんなオカリオシーのやつね、あのいつもおまめの最後に書いてるんよ。そう、いつもおまめの最後に書いてるから、そうブログもね、みんなオカリオシーでハイタッチのやつ書いてる。そう、この前あのリネタンさんがうおうおうおってめちゃめちゃ言ってくださって嬉しかったなんかキャッチフレーズはさ、やっぱり覚えてもらいやすい方がいいもんね。おりちゃんさん、指導もありがとう。AKB40-05-22 さん、アイスクリームありがとう。そう、マネージャーさんはそのままでいいよって言ってくださるんだけど、そう、めっちゃいい、めっちゃいいって、めっちゃいいように詰め込んだねって言ってくださって、マネージャーさんね、最初の頃だけど、なんかこうやっていくにつれて長いなーとか感じてコウジさん、シノモンありがとう。アグネさん、コパンありがとう。そう、どうなんだろうか。そのツンツン、リオツンはいるじゃん。ヤポノさん、シノモンありがとう。ツンツン、リオツン、え、いらんかな。え、でもなんか、いやでも今変えるのは違うかな。ハローさん、焼き芋ありがとう。そう、じゃあみんなオカリオシーをなしバージョンでちょっと言ってみますね皆さんの掛け声の部分もリオがちょっと言ってみます。いきます。ツンツン、リオツー、明るく初得人気役、いつも笑顔で頑張るけん、ゴリオパワー、ウホウホ、ありがとうございます。広島県出身、リオツーこと岡村リオです。よろしくお願いしますどうですかマリーさんとジェームさん、シナモンありがとう。どうかな。でもなんかさ、みんなオカリオシーを覚えてるからなんか違和感。そう、違和感よね。徳島のひーくんさん、シナモンありがとう。アグネさん、音符ありがとう。明るく浅くを削った方がいいかも。本当に？本当に？やだよ。それはやだもん。
だってさ、そこなくしたらさ、ただのご利用になるじゃん。ただのもうゴリゴリだから。そう、ゴリゴリだからやっぱり可愛さを残したいよね。まあでもツンツンリオツンで、まあ可愛さを残しつつみたいな。でちょっとその明るいカズトくんもちょっと、まあ、一応ちょっと削ってみたバージョンいくね。ツンツンリオツンゴリオパワーってなるよ。急にゴリオパワーになったらやばいって。急にゴリオパワー出してくる子やばくないですか。やばい子だよ、いきなりゴリオパワーよ。どんな展開って感じ。急にゴリオパワー来たらちょっとびっくりしちゃう。そうで、ちょっとやばいよね、いきなりゴリオパワーやばいよね。ねえ、なんか初めて聞いた人はさ、ああツーツーリオツンゴリオパワーってなるよね。何この子やばってなる。そう、なんか明るかすぐ元気よくからのゴリオパワーだから結構なんとかなっとる気がするんよ今は。ゴリオパワーも削ったらやばくない？ツーツーリオツー、みんなお借りやすい、ありがとうございます。広島県出身リオツンこと岡村リオです、よろしくお願いしますってなるよ。まあ待って、25分だ、ちょっと待って、悪夢のささやき取ってきます。こんばんは。ホリちゃんさん、クロミちゃん、ありがとう。ちょっと待って、リオツンのささやきを言いながらちょっと皆さんとこの食べないとちょっと見せますね。まずはこちら、悪魔のささやきキャラメルでございます。そして続きましてチョコレートでございます。今日は、ね、やっぱりねリオの大好きなキャラメルからいきたいと思います。ちょっと待って、まずは皆さん準備してください。できた？準備できてない方はちょっとリオのこれを眺めるだけ。皆さん買ってきたやつを冷凍庫に取りに行ってください。今準備できましたか？二つ食べるの？なわけないじゃん。さっきも言ったよ。とカチカチだよ、確かに。ちょっとキャラメルを冷たい手でちょっと今ね溶かしますね。あのちょっと皆さん食べる前にリオと一緒にあのこの悪魔のささやきキャラメルっていうのをちょっとささやきながらあのいい感じにあの題名を言うところから始めましょう。言ってからちょっとオープンしていきましょうね。
めっちゃ冷たい、やばい。てかみんな温めてね、外側、外側温めてよ、外側温めて。りおちゃんお風呂入りながら食べたことありますか？あるよ、お風呂ね入りながらねパピコ食べた覚えがある、それだけ。 AKB48-05223 ケロッピありがとう。みんな溶かした？ちょっと温めた？ちょっと待って、カロリー見るの怖いんだけど。書いてない？まあまあまあそこそこですよ、そこそこ。いきますよ、それでは皆さんで一緒に悪魔のささやき、あ、待って待って、ちょハーゲンダーツからちょっと英語風にいい感じにいきますよ。ハーゲンダーツからちょっと気持ちを込めていきますよ。ハーゲンダーツ悪魔のささやきキャラメルでいきますからね、皆さん一緒に一緒にいきますよ。いきますよ皆さん、一緒に言うよ。ちょっともう一回リハーサル、せーの、ハーゲンダーツ悪魔のささやきキャラメルで、もうちょっと気持ちを込めて本番いきますからね、今からいきますよ。いきますよ、本番、本番まで3、2、せーの、ハーゲンダーツ悪魔のささやきキャラメル、いきましたか。いけた、いけた、みんな言えた？言えましたか？言えたね。オープンしますよ。え？すごい。見て、何これ。見て、開いた瞬間の。すごい。何これ。え？初めて見たよこんな。え、みんな開けた感想どうですか？え、すごくないですか？え、こんなハーゲンダッツ見たことないですよ。リオと同じ感じ、みんな。これ。え、すごいよね。なんか入ってる！え、美味しそう！それでは、ちょっとこれね、オープンしますよ。オープン！うわー、すごい！うわー、カロリーの悪魔だ。見てください。もう絶対これやばいじゃん。もうカロリーアプリピコーンですよ。やばいこれ。あー、いい匂い。何が乗ってるんだろうこれ。あ、バタークッキーだって。やだ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 。もうやばいやばい。わー、カロリーアプリピコーンだ。やばいですねこれは。悪魔のささやきすぎますこれは。さすがに悪魔がやばいです。バタークッキーなんてもうやばいじゃんこれ。やばいですよこれ、やばい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 。それでは皆さん、リオツンと一緒にリオツンのささやきをしながら食べましょう。今日の夕食抜きだね。誰そんなこと言うの、ダメだよ。みんなでカロリーオーバーしましょう。だってリオ今日レッスンでめっちゃ動いてきたから、みんなはカロリーオーバーするけどリオは全然しないもん。マウント、マウント、リオ2マウント。はい、大丈夫、1個しか食べないので大丈夫です、それは約束します。このチョコレートは今日は食べないって約束するので。レッスンで244も消費する？え、するよ、え、めっちゃするよ。するに決まってるじゃん。それではリオ2のささやきを言いますね。わかる、だって、ごめん、もう最近さ、もうジャイコが本当にやばいんよ。もう許してください。もうジャイコです、本当に。もうみんなに反抗期してほしいと思います。さっきもさ、ジャイコ出たの気づいた？リオ。ジャイコ出たの気づいた？なんか、二つ食べない方がいいよみたいな。いや、一つって言ったし、さっきみたいな。もう何もかもいい、ごめんね。ハローさん、ケロッピありがとう。まあいつか治るので頑張って治します。ごめんなさい、ちょっと今反抗期出ちゃうので。見守ってください。反抗期リオツ、ちょっと早く食べさせてください。ちょっと
それでは、あー待ってやばい、見てください、皆さん一緒に食べますよ、いきます、皆さんせーので食べますよ、せーの、カロリーだ、これはやばい、カロリー、めっちゃカロリー、めっちゃカロリー感じる、やばいやばいやばい、めっちゃカロリー感じる、やばい、なんかね、みんなどうですか、ちょっと食べてみて、なんか意外とこのバタークッキーがそんなに硬くなくてシャクみたいな感じでめっちゃ美味しい、それにもうなんかキャラメルも本当にもう最高すぎるし、なんかキャラメルのソースも乗ってて、もう最高じゃん、やばいですねこれは、え、最高です、これは最高だ、これはちょっとチョコも気になるよね、チョコはね、なんかね、チョコのやつがなんか乗ってて、チョコのソースも乗ってる気がする、めっちゃ美味しいんだけど、どうしよう、え、待って、めっちゃ美味しい、やばい、え、みんなどうですか、みんな食べた感想を聞かせて、チョコはガチで美味しいよ、あ、そうなの、チョコは明日以降に食べますね、最高だ、これは、みんな美味しい？美味しいですか？え、てかさ、ちょっと待って、今思ったけどさ、なんでリオがチョコ食べる前にみんななんかチョコフライングしてるん？なんでリオと一緒に食べんの？え？なんでリオとチョコ一緒に食べんの？え？なんで？なんで一人で堪能してるの？チョコ？え？なんで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 ？ちょっと待って、ちょっと待って。え、どういうこと？え、どういうことそれ？え？リオと一緒に食べるじゃないの？なんでフライングしてるの？え？え？どういうこと？あー！これはもうお仕置きですね。お仕置きだ。シャッ。え、本当に美味しいよこれ。なんで？なんか奥になんかある。なんだこれは。下にもキャラメルだ。これね、本当に悪魔だよ、めっちゃ罪悪感感じるもん、食べた後やばいよ、これはやばい、本当にやばい、これは多分寝る前に絶対罪悪感感じる、うわーってそう、明日からどうしよう、体重計も乗れないよって感じになる、残りはパーナにあげる、なわけないでしょ、全部リアツの名もん、だってみんなからリオにいただいたんだから、そうリオが味わわないとね、もうみんな本当にありがとうね、こんなに美味しいの食べられるのは皆さんのおかげです、本当にありがとうございます、ありがとうございます、なのにごめんね、反抗期出して今日は
あ、今日はじゃない、今日も。もう最高だこれ。それってアイス専用スプーン？そうなんです。これね、ただのスプーンじゃなくて、これあの普通のスプーンってね、こう熱でこう溶けちゃうんだって、どんどんなんだけど、このアイススプーンは冷たいから全然いい感じ。じゃあちょっと味見して、味見させてあげる。あチョコも食べたら悪魔と悪魔で打ち消し合ってカロリーゼロになるよ。確かにそんな気がする。ダメだよ、騙されないよ。ナッチーさん、シナモン、テナリントロさん、かわいい、ありがとう。ごめん、ケチった、あん小さかったね。じゃあ今度はこんぐらいで。うん、ふん、めっちゃ美味しいよこれ、みんなおすすめ、本当に買わなきゃ損だよ。うん、ふん、最高だこれは。けんちゃんさん、シナモンありがとう。最高だよこれ。ごめんね。ちょっとこんなに味わって食べさせていただいて。うん。てかさ、みんなさ、ハーゲンダッツ何味が好き？普通の。ピオはヘブンリーキャラメル。最近出たやつ、ヘブンリーキャラメルとか、あとはバニラが好き。そう、バニラも好きだし、あとあのなんかオレオのやつも好き。あ、そう、クッキークリーム。てかさ、みんな聞いてください、今日ねこれを交換しに行った時にめっちゃびっくりしたんですよ、店員さんに。店員さんにめっちゃびっくりしました。なんか、その店員さんにね、チケットを渡して、あの、あ、これ、あの、1枚で、あの、2つ交換できるので、この4つと交換してくださいって言ったよね。まあ、その店員さんがおじいちゃんだったんよね。で、なんか、おーって言ってから、で、なんか、あの、ピッてして、察する前に、なんか、いや、これはできんのって言われて、え？ってなって、これは、あの、普通の、ハーゲンダッツじゃなくて、これは、高級なやつじゃけ、交換できんよって言われて、え？って言って、え、どういうことですかって言って、なんか、いや、対象外なんよって言われて、え？って言って、え？ってなって、いやって言われて、で値段見に行ってから、値段見に行ったら全部同じなんよね、ハーゲンダッツ。これの悪魔のささやきも普通のストロベリーとかバニラとかそういうのと一緒なんよね、値段も。でけ、いや値段一緒ですよって言ったんよね、値段一緒ですよって言ったら、あ、そうか、なんか見た目から高そうだった、高そうだったわって言ってから、友和樹さんゲロッピありがとう。おじいちゃんはなんか400円くらいすると思ってたらしくて、なんか見た目から高そうだったから、なんか交換できないと思ってたらしい。そうそうなんよ。なんかバニラとかイチゴしか無理よって言われて言ってきたんよね、リオが。心の中で反抗期になった。悪魔
ってなりました。ちょ待って、溶けてるからちょっと早く食べなきゃ。結局交換してもらえたの？うん、そう。うん、そう、交換してもらえんかったら違うお店に行こうと思っとった。うん、最高すぎるこれ。溶けるからちょっと早く食べなきゃ。で確かに見た目高級に見えるもんね。うん、見える見える。みんなはいつチョコ食べる？フライングした人はリオがまたあの食べるときに買っておくんだよ。おいしい。皆さんごちそうさまでした。美味しくいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとう。美味しかった。もう最高だわ。やばい、本当に最高だ、本当に最高だ。これはちょっとみんな、みんなチョコ持ってこないでください。本当にやめてください。やめてください。絶対に食べないですよ。絶対に食べませんよ。絶対に食べませんからね。チョコレートも絶対に食べませんからね。絶対に食べません。絶対に食べません。もう決めてますからね。ダメですよ。そうですよ、本物の悪魔のささやき、やめてください。やめてください。ちょっとね、ちょっと最近ね、ムキ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 ゴリツになってきたから。みんな気づいてるでしょ？最近リオ太ももがね、太ももがちょっとね、ちょっとだけムチってきたんだからね。みんな気づいたな？本当にちょっとだけ。そう、気づいてなかった？ユニットで、みんな気づいてた？ちょっと皆さん本音教えてください。気づいてましたか？いや、あのですね、なんかムチってきたというよりかは、なんかリオ結構あの LWP の時もそうなんですけど、外ももがめっちゃ筋肉質なんですよ。めっちゃ筋肉質で、そう、めっちゃ外ももが筋肉質なんですよ。そう、なんかボコってなってて、
NWP の時もずっとアクターズの頃からもそれがね治らないんよ。なんかマッサージしても治らなくてずっと悩んでます。皆さん正直に言っていただきありがとうございます。ちょっと待って、もう50分だ、やばい。よし、ちょっと告知を、告白タイムしなきゃ。待って、てかさ、あの七並べのさ9月分のお礼もねしなきゃいけない。明日できるかな。9月分のねランキングのお礼もしなきゃいけないよね。満喫ライダーさん、ポンポンポリありがとう。よし、さあ、さっきお見せしたじゃん、なんと10月30日は一部と三部どちらとも出させていただきます。 ST48 研究生公演というものに、なんと初めてのね ST48 研究生公演があります。日程は10月30日日曜日、会場はエディオン神谷町ホールです。時間は11時15分会場、12時開演です。45分程度のパフォーマンスらしいです。日曜日なんだけど、みんな来れるかな。みんな、そう、この一部は配信もあるそうです。皆さん当たりますように。初の研究生公演ぜひ見てください。本当におすすめです、ぜひぜひ。そして3部はなんとスペシャルサポーター様限定企画、SU48 ハロウィン2022スペシャルカラオケナイト、なんかすごい、わあ。同じく10月30日日曜日、エディオン神谷町ホールで17時15分開場、18時半開演です。なんとこの3部は配信がありません。一部は配信があるんですけど、こちらのカラオケナイトは配信がないそうです。そうなんです。満月ライダーさん、シナモンありがとう。コウジさん、ポンポンポリありがとう。そう、なんかどんなことをするのかとかもまだね分からないので、たぶんめっちゃワクワクです。そう、なんかこのスペシャルサポーターっていうのに入っている方のみこう応募できるものになっているそうです。すごい。そしてじゃん、なんと第一再販が始まりました。イエーイ、ハウスさん、シナモンありがとう。それにしかもあのなんか枠がね増えていました。そう、ハウスさん、ポンポンポリありがとう。カラメちゃんもありがとう。そう、なんかこの17日完売していたんですけど、枠が増えて、あのみんなね枠が増えて、そう、枠が増えました。そう、第一再販、今第一再販の第一次をやっています。そう、明日の13時までとなっています。そう、今ならね、あのまあいいかって言っててポチポチチャンスを逃していた方も、今ならそのポチポチチャンスができます。バリーさん、いいね、ありがとう。そうなんです、じゃん。そう、この日もね、今ならまたまたポチポチチャンスできます。直接会えるこの日。そう、それ以外の日もね残っています。10月16日日曜日1時間目と3時間目、11月20日日曜日1時間目と3時間目、12月25日日曜日の6時間目と7時間目、12月17日土曜日の1時間目と2時間目です。イエーイ。でもなんとトラさんかな、クラミちゃんありがとう。なんと10月16日はもう再販がないそうです。
もう買えません。そう、多分近いからかな、もう10月だから近いからだと思います。けんちゃんさん、しのもありがとう。なので皆さん、11月2日はまだありますよ。そう、10月16日ね、まだいいかって言ってからもうポチポチチャンスを逃していた方、取れなかった方、14歳になって、初めて14歳になってりょうつんに会えるのはもう次ここしかありませんよ。11月20日もうここしかない。ルイルイダンさん、クロミちゃんありがとう。どうするんですか、14歳のピチピチプルプルりょうつんを見納めない、どうするんですか。皆さん大変なことになりますよ。絶対に後から自分を恨んでしまうと思います。迷っている暇はないです。皆さん今すぐにリオの、あのリオのショールームのところにもね、あの URL 載せているので、そこから飛んでいただいて、そうすぐ来ますからね。第一再販第6次、すぐ来ますよ。もうすぐですよ。もうすぐ終わっちゃうからね、第一再販。本当にもうすぐだよ。皆さん本当におすすめです。そう、もう寝たらすぐ終わっちゃうぐらいだからね、みんな。てかさ、さっきのさ、悪魔のささやきがさ、めっちゃ胃もたれするんだけど、やばい、やばい。マサオシさん、レモスさん、ありがとう。みんなは大丈夫？そう、もうなんか胃もたれしてる、胃もたれしてる。結構バタークッキーが来てるかも。なんか胃が濃いもん、胃が濃い。バターがやばい、バターがやばい。バターとあのキャラメルの濃厚のソースがやばい。もうそう、胃の中で悪魔が暴れています。悪魔が胃の中に入ってきた。チョコ食べたら逆に治るかもね。どんだけ食べさせたいんだ、どんだけ食べさせたいんだ。リオをもっとムチムチにしたいんでしょ。ダメだよ。ムチムチの子が好きなんですか、皆さんは。ダメですよ、誕生だ、もうすぐ。チリチリムキャーさん、シナモンありがとう。ごめんね、今日もスクショタイムできずにごめんなさい。キサシさん、かわいい、ありがとう。ところでリオ、バースデー配信で何かするの？そう、8日あのパーティーをする予定なんですけど、あ、それの話もしたくて、あのなんか、そう言いたかったんですよ。ちょっとあの相談したくて、ちょっと明日いますね。明日います。それでは誕生日見ます。13位ライリーさん、ありがとうございます。12位あやさん、ありがとうございます。11位こうじさん、ありがとうございます。10位倉敷のこうちゃんさん、ありがとうございます。9位アグネスさん、ありがとうございます。8位隣のトロンさん、ありがとうございます。7位満月ライダーさん、ありがとうございます。6位ホリちゃんさん、ありがとうございます。5位ルートさん、ありがとうございます。4位シンロさん、ありがとうございます。3位、あ、わぁ、待て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 、4位クワノママさん、ありがとうございます。3位シンロさん、ありがとうございます。2位 AKB40522 さん、ありがとうございます。勝ったちょっと待って、今のさ反応がさ、あの昔の小さい頃のモーナにそっくりなんだけど昔ね、モーナね、なんかね、もうやばかったよ。そう、昔のモーナね、なんかあのケーキの煙あるじゃんか、ろうそくのあれを見て「煙!」って言ってからあの時のに撮った今リオが、やだ。いきます、もう一回いくね。そう、天使でいます、天使の日なので。13位アグネスさん、ありがとうございます。12位ナポリーさん、ありがとうございます。11位満月ライダーさん、ありがとうございます。
6位まさとしさん、ありがとうございます。5位となりよたろさん、ありがとうございます。4位まりちゃんさん、ありがとうございます。3位あやさん、ありがとうございます。2位 AKB48 サラカワ22さん、ありがとうございます。そして1位はパンパリーさん、ありがとうございます。もう無理だ、もう無理です。戻ってきました、じゃあ行こう。聞こえた？今の声聞こえたかな、聞こえた？ちゃんと聞こえたかな。うん、めっちゃ裏声きつい。今ので消費できたのでは。確かに今のでキャラメル消費できたわ。完璧に消費出たよ。よし、今日はねパジャマじゃないので。てかさ、もわめにさ、あの昨日のパジャマのあの写真送ったけど可愛かったでしょ。全然パジャマじゃないでしょ。1位バディさん、ありがとうございます。昨日のパジャマ可愛かったでしょ。てか誰も突っ込んでくれなかった今日ねえ。今日の服誰も突っ込んでくれなかった。俺何の時の服だと思いますか。みんな知らないの？この服みんなわからないの？お話し会の時の服だよ。あ、時間が、バイツー、ありがとう。